はい、グッチバルーンカンパニーの亀さんです。いつもありがとうございます。今日は、先日紹介させていただいた、ベイビードリー の, あのニューカラーバージョンを紹介させてください。なぜかというと、ちょっとお客様の方からあの視聴者の方から意見をいただきまして、何かというと、黒はすごく割れやすいよねっていう話をもらいました。で、黒はやっぱりそう使っていてお分かりになると思うんですけど、割れやすくて、ちょっとまあ特にこの時期は夏は厳しいんですけど、寿命がねちょっとね短いなっていう感じがしますね。早くへたってしまうというか。ですので黒じゃなくて、本当は黒なんだけども、ブルーと水色を使って、ベイビードリーを作ってみたいと思います。はい、それではそうですね、こういう感じです。ちょっとだけ変えましたので、それも追って説明しながらやってみたいと思います。はい、それではいきましょう。4つの風船を使います。黒の代わりにブルーを使います。あとは体は水色、ペイルブルー、あとはイエローと5インチの白です。それじゃあいきますね。まず最初にほぼ作り方は一緒なんですけども、青まず膨らませていきましょう。それから水色、ペイルブルー、イエローはそんなに使わないので半分ぐらいでいいですよ。このぐらいですね。あとは、これは後で膨らませていきます。それでは、まず、ブルーからいきます。まず、スタートポイントは here です。ここからですね。2ピンチツイスト。1、2、1、2、ピンチツイストを作ります。初心者向けの、再生リストの初心者向けのところにピンチツイストとか作り方が紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。それではこう作っていきます。この下ですね、こう Here、 ここでイエローをくるくるっと巻いていきます。で、ちっちゃな2つの2ループを作ります。で、一緒に離しながら回す。もう一つ、イエローを作って、離しながら回す。こういう感じ。これを一回、ブルーを戻ります。バック。ブルー。引っ張ってます。必ず引っ張ってます。引っ張ると、風船が当たらなくなるので、割れにくくなります。と思います。今度は、このイエローをここに持ってきたいので、これを親指で押さえながら、僕のやり方です。僕のやり方は、親指で押さえながら、これを回しながら、空気を抜いていきます。空気を抜いていく。そして、ここに持ってきて、何回かこれ回しましょう。そうすると、こういう感じで、渡ってくれるというか、きますからね。あと尻尾を作ります。テイル、3つの3バボー。ちょっとここは前のと変わってますね。これはもういらないので、プリーズカット、こういう安全なカッターで、ペーパーカッターでカットしましょう。片手で結びます。片手結びも初心者向けの講座のところにありますので、よかったら見てください、ね、とても楽ですからね。はい、整えていきます。こういう感じになりました。それでは、これを今度は斜め上に上がっていきます。ここですね、このここ Here、 この時に、水色をつけます。で、水色は2ピンチツイスト、2、1、ピンチツイスト、一緒に回して、で、ここでブルーを戻ります。ブルーを戻って同じ長さ、
そしたらこれをピンクジュースの隙間を通していく、回しながら通していく、回しながら通していって、もう一回戻ります。これでホイーブルは終わります。この時に少しだけ空気を抜き気味にして、ややちっちゃいブルーのバルーンを作ります。これはカットします。はい、それでは、今度はこちらに行きたいと思います。今度はこの水色、ペールブルーを作ります。これを下に降りていきます。下に降りて一回ずつを回します。ここでピンチツイストを作ります。一つピンチツイストを作ります。ピンチツイストを作ったら、ツーバブル、ワン、ツーバブル、そしてこのアップ、アップします。そしてこれですね、ヒュー、この2バブルの間を通っていく。要はちょっとドリってこういうなんかラインがあるじゃないですか、こういう丸じゃなくてこういうラインを作りたいからこの2バブルをわざと作っている感じなんですけど、それをちょっと作りたいなと思ってこれを2個プラスしています。はい、ここで長さを決めたら、一回下のピンチツイストのところで一回巻いていきます。まあ、このヒレのところにくるっと巻いてもいいかな。これもこっち側に行って終わりなので、いいところで回してあげて、尻尾と一緒に回していきます。もうこれいらないから切っちゃう。ほぼ薄みます。はい、最後にラスト5インチを膨らますので、この大きさが難しくて、膨らましすぎるとすごく大きい目になりすぎちゃうので、程よい大きさにします。これは半分にします。カメさんはここで巻きます。でしっかり巻いてこれをこの中に通していく。そしてこの真ん中を真ん中をちょっと寄せていきます。はい、で最後に、目を描いていくんですけど、基本的にはあのピンクを外側に描いて、ピンクでピンクを塗った後にブラックを描いていきます。そうするとこういう目が出来上がります。はい、じゃあベリードリー頑張って作ってみてください。それではグッティーバルの金さんでした。また会いましょう。チャオー、シーユー。登録よろしくお願いします。サブスクリブルプリーズ。バイバイ。